私の出自自体はかかななりアナログな方から来ています7歳から割とアナログなことをやっていて世の中のデジタルの動きにこう接した時にアナログとデジタルを組み合わせたら何か面白いことができるんじゃないかっていうこともあり伝統工芸の世界から報告の世界っていう方に移行したっていうのが私の経歴に 作品を見ていただくとわかるんですけども、多くの方が思っているレタッチャーっていう仕事とは、ちょっと弊社の仕事は一線を隠す。なので、画像の写真が撮られた後に修正だけするっていうよりは、企画の前段階から参加をして、一緒に企画を考えるっていうお仕事が、 中心になっています。なので、あのー、短期の仕事ももちろんあるんですけど、1年間回すプロジェクトだったりとか、ちょっと他の画像処理の会社とは毛色が違うという感じでお話し聞いていただけると面白いかなと思います。 AI が台頭してきてっていうこともあるんですが、まあ、その前にコロナ禍でやっぱり広告業界っていうのは、割といっぱいこう下火になったというか、売上が落ちたと思うんですよね。皆さんやっぱり、その3密を避けるために街に出なくなるっていうこともあり、ただ、コロナの前およびその後に関しては、このような予測になっているっていうこともあり,ありますし、世界経済に影響を受けやすい業界ですけれども、市場の潜在ニーズは大きいということですね。 でこれをですね、報告とアートっていう部分で合体するとこんな感じですね。で この数字は7兆100兆っていうのはもちろん、えっと、ソースがあるんですけれども、300億っていうのは、まあ自分が体感していることも含めての、まあ日本のざっくり写真関係の市場かなというふうに思っています。ちなみにソフトウェアのメーカーさんですね、Figma と Adobe の市場規模を足して5兆を超えるぐらいっていうのが世界のクリエイティブソフトウェアの市場としてあると。で、逆にこの5兆のマーケットっていうのが、やっぱり今全力で AI の方に舵を切ってるっていうところが世界的なムーブメントとして あるのかな？とは思います。これ、ai も関わってくると思うんですけど、たくさん間にこう会社が今までって複雑に絡み合ってるっていうこともあって、まあ、重層的な構造を持ってたっていうことはあると思うんですね。ただ、クリエイターにとってまあ追い風かなと思うのは、このクリエイターさんが作ってるんだ。とか、このクリエイターさんこういう仕事ができるんだ。っていうところに非常にこうアクセスしやすくなってると思う。 だこの産業構造の問題っていうのを AI 含めて解決していくっていうことが日本が世界に対してクリエイターっていうマーケットを拡大していけるかどうかっていうところにもなってくるんじゃないかなっていうふうには思ってますアニメもそうだと思いますし日本っていう国が何に対してそれを戦略的に考えて世界に流させていくのかっていうのが割と大事なことだと思うんですね。 今後 AI がどういう形で、まあ、我々に影響を及ぼすかっていうことについて、私はまあ画像屋として画像屋の立場からの話でいくと、例えば肌修正であったり。 がンプ制作みたいなものっていうのは AI に置き換えられることっていうのはかなり多いのかなっていうふうに思ってます実際その撮影の前に衣装さんだったりとかあとカメラマンさんだったりとかみんなの共有イメージが必要なわけじゃないですかそうするとこういう感じですよねっていう画像で見た方がみんな早いんですよ不安もないですしでそうなってくると手書きの絵コンテで行くよりは AI で生成したかなりリアルなカンプをうちみたいな画像屋が作 ってクライアントに提案するっていう形がもう主流になってくると思いますし、実際今そうなってるっていう状態ですね。自分の周りでも非常に怖いっていうか仕事がなくなっちゃうって言ってる。 まあ友達とかもいるはいるんですけど AI に置き換えられることによってよりクリエイターが純粋にクリエイティブなことに集中できる環境を AI が作ってくれるっていう風に環境変化していくのかなっていう風には思っています AI の力も借りながら我々はもっと高い頂きを目指してその投範するっていうことがクリエイターのこれからの本当の仕事になっていくんじゃないかなとは思ってるんですなのでまず AI に関しては手嫌いはせず に一通り、まあ世の中の動きとしていじってみたり、とかっていうことが大事なんじゃないかなっていうふうには思っています。私自身ももう皆さんと同じクリエイターとしてまあ日本のクリエイティブっていうのをまあ盛り上げていくっていうよりはま世界に誇れるものにしていけるま1つの人間としてあの生きていければなと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。